今日は山梨県道志村行方不明事件の、18の補足ということでやりますが、どういう、あのね、これね、規制線の話したんですよ。18、17の時もやったから、18もやったのかな。で、規制線の話した時に、言ってる意味がわからないっていう人がちょっといたんで、ちょっともうちょっと詳しく説明しようかなっていう感じなんですが、どういうこと、地図で一回説明しますわな。で、要するにここも今、美咲ちゃんが昔行ったキャンプ場、昔行ったキャンプ場っていうか、事件現場です、ここがよく、まあね、現場。ね、で、ここは美咲ちゃんが左に曲がっていったら、この先、左に曲がったのを最後に誰も見てない。ね、だから誰かに連れ去られたのか、一人で友達を、ここも、こっちに友達が歩いていったと勘違いして、延々林道を登っていって、ここから遭難して、ここに枯れ沢で落ちたんじゃないかっていう、事件、事故説両方が今、せめぎ合っておりましてですね、事件だろう、事故だろう、どっちだっていうことになってるわけです。で、4月の下旬に、美咲ちゃんの骨が最初に見つかったのはここ。で、キャンプサイトの反対側、美咲ちゃんが曲がっていった方と反対側の枯れ沢の下流、道路にぶつかるところですね。ここで見つかったんです。骨のようなものを先に見つけたということで。で、後々いろんなものが見つかるわけですよ。この靴だ、リュックだ、ハイネックだ、靴下だって、いろんなものが見つかるわけですよ。で、骨もいろんなものが見つかってきて、で、DNA 鑑定をやったら、小倉美咲ちゃんのものでしたということが分かったので、今、警察は今ここを調査してるわけですよ。捜索してるんです。で、今、捜索をしてますから、一般の方は入れないようにするために、規制線っていうものを張るんですよ。マスコミさんも入ってこれないように、規制線を張るんですよ。ね、遺留品があるかもしれないわけです。今、遺留品を探してるんですよ。で、一般の人が入り放題だと、やじ馬がやってきて、遺留品を持ち去ったりするやつがいるわけですよ。ね、やじ馬だったらいいですよ。もしくは、事件説だとして、犯人がやべえと思って、重要な遺留品持ってたかもしれないんですよ、ここから。ね、まだ見つかってないやつとかね。可能性だってあるわけなんですよ。その可能性があるんですよ。ね、捜索ボランティアに紛れ込んで、リュックでね、この辺に骨が見つかったっていうから、まだここだと、ここに規制線張ってますが、ここ規制線張ってませんからね。ここを通ってきてですね、なんか拾っていくわけですね。拾っていったかもしれませんよ。もしかすると、遺留品をこっちにあったものをやべえと思って、こっちで掘り投げたかもしれませんよっていう感じですよ。もしくは、やじ馬がやってきて、もう骨みたいなのが、これ骨なんじゃねえとかって言って、うわ、キモ、うわ、怖ーとかって言って、ブーって投げてる、こっち投げてるかもしれないですよ。そういうことをされないように、警察は規制線を張って一般人を全部締め出すんですよ。で、警察だけしか入れないようにするんですけど、これ規制線の張り方がだるすぎじゃない、だるすぎやしませんかっていう指摘を前回の動画でやったの。ね、もっとわかりやすく言うと、例えば、ね、甲府で、宝石強盗があったとします。宝石強盗があったら、普通、規制線を宝石強盗の目の前の道の、目の前の道に入れないように、こことここに規制線を張るんですよ、普通は。で、ここ今、警察が捜索するわけでしょ。でも、この規制線の張り方はどういう張り方かって、ここにしか張ってない状態なんですよ。ここ宝石強盗が現場だとしまして、ここにしか規制線張ってないわけ。だから、こう回り込める。またげないがあったら回り込んでこっちに行くことで可能なわけで、この規制線って。これ意味、要するに規制線の意味はなしてないんですよ。全然。ただのロープ。ただ張ってるだけ。だって意味、規制線って両方規制線とはっきり、規制地域って、あれなんですよ。効力発するんですよ。ね、こっちとこっちに規制線を張るから、関係者が絶対入れないわけでしょ。こっちに規制線張ったって、こっから回り込めるでしょっていう、一般の人が普通に。週刊文春とか入り込めますでしょ、こんなとこ。宝石強盗事件直後の現場を撮ったって、鑑識を、指紋を取ってる鑑識官員がいるとか、いたとかって、足跡を取ってる鑑識官員がいたみたいな感じで、自分たちここを踏み荒らしてるわけでしょ。で、仕事いっぱい増やしてるわけでしょ。ね、誰とこの足跡はと思って、お前のかって感じになるでしょ。マスコミはわわわわ入ってくるでしょ、こっから。マスコミはだって、こういう規制線張りはマスコミ入ってこれないですよ、現場は。現場でも遠くから規制線越しに中継するしかないですよ。なんでこんなところでこんな規制線張りがしたら、こっからこう回って、マスコミここからこう中継しますよ、夕方のニュースで。ね、
で、バンバン踏み荒らすんじゃないですか。で、鑑識が足跡を取って、この足跡誰だ、あ、これカメラマンです。この足跡、あ、これ照明さんです。これはお前のか、これアナウンサーですって、うーんってなっちゃって、余計仕事を増やすわけでしょ、こんなんだって。この指紋が、あ、お前のかとかさ、AD さんがさっき触りましたって、バカ野郎とか言われるなるわけでしょうね。ね、出ていけバカ野郎みたいなさ、出ていけもクソもないじゃん、規制してねえんだから、だってここから入り放題だろっていうね。ん？だから、これと同じような状態、これとほぼ同じような状態、今、山梨県警やってるってことなんですよ、だから。だから、この規制する人だったら、こっちの両方、もう一方の規制の、この規制線のもう一方の橋はどこですかってのを私聞いてるわけですよ。ずっと。前回の動画で。これ、どこなんですか、この規制線のこっちはっていうね。弥勒さんもそこを通ってるわけですよ、だから。ここ入っていけないって言うんだったら、ここ入っていけないって言ったら、この規制線の終点はどこですかって。私は何ですかみたいになってるでしょ、だから。だから、これ、ザルみたいな規制線貼って山梨県警が悪いんですよ、だから。とにかく。誰も今まで気づかなかったんですかね。こっちに貼ったのは4月の下旬ですよ。骨が見つかったすぐですよ。こっちは最初にこっち規制線貼ったんですよ。で、ここに規制線貼られたのは、ここで、水平リーベさんっていう方が、2年半前に、ここで美咲ちゃんの足跡っぽいものを見つけましたよって言って、事件が、それが、わーってなってから、ここに規制線が追加されたんですよ。なんでここに規制線貼ったのかなと思ってましたよ。皆さん、配信者の皆さん、規制線まで行って戻ってくるんですけど、検証、考察するって戻ってきて、誰もこれ突っ込まなかったんですけど、私、こっから行けちゃうよね。だって、こっから行けるってのは知ってたの。聞いてたから。この砂防堰堤から、こう、弥勒さんのルートで行く方法と、こっからこっちに抜けるルートもあるんだよっていうのを聞かされてたから、あ、そうなんだ。じゃあこれ、行けるじゃんと思ったんですよ。だから、誰もやらないだけで。あと、この登山道、ここに規制線を張ったからに、多分この登山道も調べるんでしょうね、おそらくね、と思ったんですけど、あ、だからここに張ったんですよね。じゃあなんでこっちの道路に張ってないんですか、規制線って。で、こっから行けちゃうじゃないですかっていう突っ込みどころもあり。だから、これ山梨県警が悪いんですよ、だから。要は、弥勒さんは悪いんじゃないんですよ。弥勒さんは、だって規制線またいでないんだから。この規制線のもう一方の終点を設定しなかった山梨県警が悪いんですよ。つまり、こういうことですよ、だから。だから入られる、だって、弥勒さんが入る前に、だって、ここ入り放題だったんだよ、ここだったって、この道路知ってる人は。この道があるって知ってる人は。今まで。だって、見張りいないんだもん。ここに警察官がたまに、4月かゴールデンウィークあたりなんて、ここで見張りのお前さん行ったと思うんだよ。ほら、警察車両が来ると、ロープ、テープをわーって上げて、車通す担当のお前さんいたはずなんだよ、ここに。なんでここにいなかったんだろうなと。ここに入る人、え、先生、何で言うて入るんですかって聞くやつとかいなかったのかな、ここに。多分ね、ここ、ノーマークだったとすると、相当多分ね、下手すりゃ、そう、これ、地理に詳しい人、要するに、Google の地図だとの、このち、これ載ってないのよ。これ、国土地理の地図だと、この河川の、道路が載ってんのよ。こういう感じで。載ってるわけよ。で、この道知ってる人だったら多分ね、入り放題だと思うよ。この枯れ沢の上流。多分ね、入り放題だから、多分相当、多分私、多分これ、多分おそらくね、俺、いるものだと思ってたの、ここ。ずーっと。枯れ沢の上流もお前らさんいると思ったの。警備の、入らないようにっていう。で、弥勒さんの動画見てて、誰もいないわけですよ。いない上に、結構新しめの、缶ジュースの空き缶とかが出る、いるわけだから、たまにここで人が通ってたんだっていうのが、まあ、ほぼ証明されてるんですよ。下手すりゃ持ち去られてますよ、多分これ。遺留品。多分。もう出てこないって言ったら、もう、多分。持ち去られてる可能性あるよ、これ。誰かが。犯人かもしれないし、普通取り掛かった登山者の人が、こう一服して、ああ、これ、要するにこの骨が見つかった後ね、ここ多分こう通った人が、
あ、なんか美咲ちゃんがなんか骨が見つかった枯れ沢とこの上流、上流ってこの辺なんだよなって言って、よしっけな、この辺なんか触ったらなんか出てくんじゃねえって言って、触ったら本当になんかズボンが出てきてさ、うわーってこれであってさ、これ届け、やべえ、届けて、どうおめえ触ったらおめえ指紋ついてんじゃん、うわ、やべえとか言って、やばいっすね、これって言って、こっちに捨てときますかって言って、捨てた可能性もあるよ、だって。やばい、もう見つかった、お前犯人だ、お前の指紋ばったりついてるけど、お前犯人だぜって。うわ、やばいっすよ、これって言って。こっちに掘り投げたか、持ち去って、どっかに別のところに放置したか、どっちかだよ、見つかんないよ。お前疑われるぜって言われて、やめてくださいよ、マジっすよ、怖いっすよ、やめてくださいよって言ってね、もしかして大室山まで持ってたかもしれない、大室山まで持ってたかもしれない、山頂に埋めたとかね。あ、考えられなくないよ、だから。だってこうザルなんだもん、だって入る放題だったもん、ここだって。今もまだ入る放題だよ。だから今は多分弥勒さんみたいに、夜中に入って、あのヘッドライトつけて入ってる方いらっしゃると思った、いるかもしれないですよ、こう今、いまだに。今の時間、今10、6月19日22時10分を待ったところですが、いるかもしれませんよ。ここ今、ここもう、うごめいてる人がいるかもしれない。入り放題だから、とにかくここ。この登山道だったら、いや、入り放題だし、この登山道経由で入り放題。もしかするとね、こんな私でも気がつくはずだから、相当皆さん、土地勘のある人は多分このザルさに気づいてて、とっくの昔にここから入って、散々さ、ここが、林道を歩いてた方もいらっしゃる。で、弥勒さんがここでね、椿沢橋で見た足跡とか、車入ってこれないからあれなんだけど、足跡で多分こっから経由で入ってた人じゃない？もしかして。入りんじゃんと思って。こんなとこ規制発生あったって、ここ入りんじゃんって。行ってみようかって言ったやつ一回いるかもしれない、これ林道。ただ行ってないだけで、報告してないだけで。なんかインスタとか当たるとさ、道志村の現場に来ましたとかって荒れちゃうから、それとなく濁してインスタとか投稿したやついないかね。噂の山奥に来てみましたとか言ってさ、今最も注目されてる林道の終点、どんなこと書いたらバレるか。山に来てますとかっていうのでね、なんかこの辺から撮った写真とか上げてるやつとかいるかもしれない。というか、ザルだから、とにかく。だから、弥勒さんを悪く言うんだったら、弥勒さんに動画を消せ、もしあれが山梨県警からの、あれが電話だとするならば、弥勒さんに電話してる暇があったら、規制するうちは変えなさいってことです。変えろって、こことここに変えなさいってことですよ、要するに。ね。そうすると、ほぼほぼ入れない。物理的に入るやついなくなるから、まずここ、完璧に。あとここに三原のおばあさん立てておきなさいってことですね。5月の上旬みたいにここにお巡りさん立ててさ、ですよ、ちゃんと。あと、この辺にもちゃんとお見張りのお巡りさん立てて、この辺から、椿沢、紅椿温泉から、こっから道なき道を行って、山菜採りに来る人に注意を促す、役目を追いかなきゃダメよ。あと、たまにこうパトロールして、変なのが入り込んでないかパトロールするなりしなきゃダメよ。そうですよ、だから。そういうこと言ってたわけです、このさっきの動画は。わかりましたでしょうか。明日、帰省する道がこっちになったらあれだよね。多分 YouTube 見てるってことだよね。帰省する道が誰でしたって。YouTube 見てんだけど、多分ないと思うよ。山梨県警、こんなね、なんかその、僻地のさ、チャンネルなんか見ないもんだって、一応。動画のタイトル、山梨県道志村行方不明事件ってなってるからやけど、まあ引っかかるっちゃ引っかかるんだけど、まあ見ねえだろ、こんなの。多分山梨県警暇じゃねえから、そんなにさ、あそこもさ。でも、明日行ったら、地形説明が変わってましたって言ったら、やべえ、見てんのかなと思ってね、怖くなるよね、やっぱりね。でも私の言ってること間違って、まあ、言ってること間違ってないと思いますよ。現状だったら、本当に、回り込んで入り放題なんですよ。防ぎようがないですよ、こんなんだって。こっから登れるんだし、こっからまで登れるんだし、最悪の場合、こっから一番楽に登れるのこの道路ですからね。本当に。
こんなザルな規制線張って、遺留品持ち去られてたら、あれですよ、山梨県警本部長首飛びますよ、これ。とぐらいの失態ですよ。やじ馬の人がね、夜な夜なやってきてね、なんか、ここからなんかあれだよ、なんか、小倉美咲ちゃんの骨が見つかったらしいって、犯人ここ登ったんじゃねえとかって、肝試し行ってみるかっつって、あんちゃんがさ、暇、大月のあんちゃんがさ、車で来てさ、懐中電灯片手に肝試し感覚でわーって、これ触ってこの辺なんじゃないですか、ちょっと俺降りてみようぜ、降りてみようぜ、降りてみようぜって、わーって降りてってさ、ズボンが見つかってさ、これもしかして美咲ちゃんのズボンじゃねえのみたいな、マジかーとかって乗って、お前触ったら、お前指紋ついた、お前犯人だ、やべ、疑われて、かわいそうだねって言って、で、こいつがで、もう自分が宝やだから本当にマジで信じてね、ズボンを手に取ってね、こう、こっちのところに放り投げたりしたら、どうせ一番最悪なのは燃やす、証拠品を燃やすってのは怖いね、あれ火つけてバーって夜中に、ジッポライターの火油つけて、やべえ、俺燃やすわって言って、よけてこれで証拠品見せてって言ってね、やりかねえねんだよ、バカって、だから そこまで、重要な犯罪なんだけど。なきにしてもあらずよ、こんなんだって。入り放題なんだから、だって。そうよ。だって、山梨のこの辺の近辺のあんちゃんって、夏になったら必ず青木行くから実家へ探検行くでしょ。肝試しだ、肝試しだって。夜中だって入んだけど、お得意だと思うよ、この辺入っていくのって。青木行くからでしょっちゅうやってるんだもん。なんか、夜中でも、どんどん入っていくよ。あれ、青木ヶ原の10階の配信とか動画、YouTube で動画見てると、よくこんなとこ夜が入っ、懐中電灯だけど入っていくよな、こいつらすげえなーって。もう4、5人で行ってるから、そうなの、集団心理で怖くて、5人、1人だと行かないんだよ。で、5人ぐらい固まっていくと、こういうとこ平然と登っていくんだよね。肝試しだ、ダメしだっつってね。で、男女ペアだともっと盛り上がるでしょ。キャッキャッキャッキャ言いながらさ。で、たま見つけて、枯れ沢の上流見つけてさ、ここ枯れ沢の、ここ、美咲ちゃん、こっから落ち、こっから落ち、この枯れ沢、ここなんじゃないですか、とか言って、行ってみるか、つって、骨あったよ、怖えよね、って言って、本当に骨があってさ、わーっと大騒ぎだって、ってかなり現場荒らされててさ、めちゃめちゃ荒らされててさ、で、可能性なきにしあるでしょ、だから。だから多分これ、もしこれが本当事実で、本当に無関係のあんちゃんが、遺留品持ち去ってズボンを、美咲ちゃんのズボンを持ち帰りましたなり、なんとか君が触って、指紋がついたって触ったら、なんとか君が発狂して、ジッポライターで燃やして捨てましたって、県警本部長の首飛ぶよ、これ。県警本部長と警備部長と、多分、き、えーっとね、県警のね、多分、警備第一課長、二課長ぐらいまで飛ぶと思う、首、全部、バーンって、これだったら。大月警察署とも飛ばす、多分首飛ぶよ、多分、バーンって。で、多分、どっか飛ばされるよ、大月警察署長、多分。おそらく、もっと辺鄙なところの警察署に飛ばされる、一応、警視さんだから、そこまではないと思うんですけど、飛ばすにしても、その駐車場で飛ばすとかじゃないよ。ドラマ見、それはドラマ見すぎだからね。多分おそらく山梨県警の僻地のところで飛ばされた、駐車場係とか、そういうところにね、監修係とかね。甲府警察署の監修と、監修係とかさ、ああいうやつ。あと会計とかね、甲府警察署の会計課長とかに、ね、飛ばされた、そっちの方に行かされる可能性があります。最後はそっちで余生過ごせって言われてね。山梨県警。なるよ。そのぐらいの失態だよ、こんなんだって。普通、ここに貼るよなぁと思うんだけどな。結構、規制線。ずるずる入り放題だったから。たまたま、弥勒さんが最初に、だから今までは、たまたま弥勒の約束手形さんがスマホで動画撮りながら、ここ入っていったから、今、第1号だと言われてるけど、弥勒さんが第1号って保証は1個もないからね。撮った人もいるけど、YouTube に載っけてないだけの話で、さすがにこれやったらもう炎上、俺、うちのチャンネル炎上するからやめようって言って、もう動画消してるかもしれない。だって4月の下旬じゃん。もう6月のもう下旬ですよ。
もう間もなく見つかってからほぼ、まあ、2ヶ月経とうとしてますよ。誰一人入らなかったって保証ないよ、ここだって、この道路。大室さんに行く道だったりするし、これ。ハイキングしたこと、あ、ここ規制線があるから、こっちハイキング行こうって、こっちハイキング、何の関係、だって、あの、土地勘がない人って、この道路が枯れ沢の条例につながってるなんて思わないもん、普通。地図もないければ、だって。だいたいこの道路、Google Earth に乗って、Google の地図載ってないんだもん、だって。国土地理の地図しか載ってないから、ね、こうなんか家族連れで、あの、ハイキングやって、ここでお弁当広げて、あ、いい景色だね、わーなんて言って帰ってきてさ、あったかもしれないよ、だって。相当あったかもしれないよ。ゴールデンウィーク中だから。ゴールデンウィークだってこう規制されてないんだから、だいたい、だって。で、だいたいこう通った人、ほとんど半分ぐらい、ここ、枯れ沢が、ここ、美咲ちゃんが見つかった枯れ沢が、この道路に接してるってことは知らないです。土地勘がなければ知らないですよ、これ。魅力の約束っていうのは、手形さんだと分かんなかったんだから、この道路の。この尾根筋が、あの、枯れ沢の上流つながってるなんて、現地に行って初めて知ったんですから、だって。だから、何気にされる？だから、まあ、弁護する気はない、そうそう、でも結構弁護することになってるんだけど、やっぱりこれ、県警が悪いわ。山梨県警が悪いわ、これ、本当に。やっぱり、誰もチェックしなかったでしょ。大槻警察署長がチェックしなかったんですかね、これ。あ、駐在所あったでしょ、ここに。駐在所が一番地理に詳しいはずなんだよ。確かここ、駐在、道志丸の駐在所があるはずなんだけど、この駐在さんに確認取らなかったんだよね。ここでいいですかねって。ここでいいですかねって。ここで、規制線のここでいいですかねって聞かなかったんですかね。多分、駐在さんだったら、ここのここに設定するんですよ。だって入り放題だ。だからここから、ここで貼ればもう完全にシャットアウトでいけるから。ですが、いや、誰も言わなかったの。もしかして、道志丸の駐在さんですら、この土地知らないってことないよね。なんかすごい謎なんだよね、この貼り方が。だから、本当土地勘がない人が貼ったか、適当に貼ったか。規制線貼ってこいって言われて、どこですか？適当でいいよって。現場に入れないように適当に規制線貼っとけって言って、なんかバイトみたいなの入ってんじゃないし。バイトみたいな警察官の一番ペーペーのやつが、あ、めんどくせえとか言う。ここですか？ここで。ここでしょって。ここ別荘あるからまずいっしょって。で、ここにしましょうかって。ここに、ここでいいよって。こんな感じ、ノリ。多分。だと思うよ、こんなノリだって。地図見ながら、この先生なんすかね、知らねえとか言ってね、この派生なんすかね、知らねえ、なんだこれ、わかんねえ、沢じゃねえみたいな、大丈夫かって、一応行ってみるか、あ、沢だ、本当に、これ枯れ沢だよ、これ、赤、これ枯れ沢のマークだって言われて、これ、こう行くと、多分沢みたいになってるから、あ、これ枯れ沢のマークっすよ、これ、先輩、これ、枯れ沢のマークっすよ、ほら、こっから両目二股分かれてるから、これ、沢っすよ、とかって。ああ、そうか。じゃあ、ここでいいか。じゃあ、ここでいいや。完全にバカ治療よね、県警。山梨県警。でも、なんかそうとしか考えられないもん、だって。だって、私、多分、おまわりさんで、県警に、規制線張りましょうって言われて、どこにいいぜかって、俺絶対こことここって言うもん。ここ、ここ。で、砂防園庭の人が使うかもしれないんじゃない、その時はその時で、大槻警察署に電話一本よこせって。そら、入れてやるから、入れてやるからって、入れさせてあげるからって、すごい上から目線だけど、その時は私はここで、見張っておきますからって、こっちに来ないようにって、サボ園店のところに。誰か、ほんで、誰か一人つけますからって言って、やるよ。見張りつけますから、ここに。見張りつけてください、ここ担当とかで。こう、二股分かれてますから、ここに一人見張り立ててくださいって。あ、地元で警備員雇うよ、だって。なんとか警備保障みたいな。道端で、ほら、あれやって、工事現場で、ほら、旗振ってる人いるじゃん。片側交互通行で。あいつらで警備保障の人雇って、ここに常駐させるようだったら、なんで全部チェックさせる。あ、ダメですって言って。あ、ピーピーってダメです、ここダメです。
あ、ここに、はい、常時配置して、ここ入ろうとすると、あ、なんですかって言って、あ、サブ運転のとこですよ。あ、だ、じゃあいいで、サブ運転まで入りますよ。って、ここから入ってったら警察を通報しますよ。って言って、あ、ここかな？ここの意味、ここも、ここの意味が、ここ、やっぱここだな。ここに規制線張って、もう一つここでも規制線張りますわ。とにかく、第二の規制線はここに張りますわ。もしくは、こんなにあれなんで、もしくは、だから、地図で、図で、このエリアには入らないで帰らないでください。ここと、ここのエリアね、こうキャンプサイトがあるから、ここのエリアは、むやむやたら入らないでくださいと。今、捜索中ですからって言って。っていう看板を、ここと、ここと、ここに立てます。私は。私だったら。この警備担当だったら。ここに示しているエリアは、例えば、事件の捜査中、あ、あの、小倉、山梨県道志村キャンプ場行方不明事件関係の捜索及び、捜索を中現場ですので、むやむやたらな入らないでくださいと。入った場合は、刑法に、刑事罰、刑法にのっとって処罰されますって書きますよ、ここに。看板立てますよ、ここから入られてくださいって。そうするんですけどね。だって、魅力だと入ってこないでしょ、だって。あ、ダメなんだと思って。諦めるでしょ。あ、全部ダメだ。で、魅力立てて、ここを見たくて入っていったんだから、こういうふうに全部ここダメですよっていう、だったら魅力さんだって諦めて帰ったんですよ。あ、ダメだって言って。もしくはマスコミで事前情報で、サイトで山梨県警のサイトとかに、現在捜査中ですから、このエリアは絶対入らないでください。で、はい。警察の許可なんか入った場合は、警察の方で、話を伺いますよと。場合によっちゃ、刑法で、刑法犯にしますよっていう、処罰もありますよみたいなことを書いておけば、諦めるんですよ。それやってないわけですよ。だから完全にこれは、弥勒さんの今回のやつは、山梨県警の失態。これ山梨県警の失態ですけど、早々に入られ、早々と入られたんだから。だって侵入許しちゃったんだから、だって。侵入って言っちゃったけど、まあ確かに規制線またいとは言ってないんだけど、想定外のことが起きたわけですよ。警察の想定外のことが起きたわけ。ここに規制線張って、ここに規制線張れば、ここまたいで入ってくるやつはいないだろうって、この想定は軽かに無視しちゃった、想定を超えちゃったわけですよ。まあ想定だって、まあねえ、道路に詳しい人だったら、こんな規制線ないよなっていう感じで なったんですけど、これ山梨県警の私は失態だなと思います。本当に。あるよ。だから、本当にあるよ。ここ、本当に、骨が見つかったっていう字あってから、もうあれからもう2ヶ月経つでしょ。ここ誰も通って、一個一人通らない、通ってないっていう保証ないですから。弥勒さんより先に、もう誰かこう入って、で、なんかと持ち去った可能性だってあるんだよ。誰かが分かんない。誰かが、事件説だったら犯人でしょ。事故説だったら野次馬よ。やべえと思って。これが見つかった。やべえ。見つかった。犯人だって遺棄したってことで、見つからない以前でも、白骨化して見つかったにしても、足がつくのを恐れるから、やっぱり。決定的な証拠が出る前に、やべえと思って、夜な夜な来て持ち去ってるかもしれないですよ。事件説だとするならよ。事故説だとするならば、やじ馬。本当に。ゴールデンウィーク挟んでるし。だって今回ゴールデンウィークだってまたあれでしょ？まあ、きつい、要するにほら、コロナ前よりはだいぶ戻ってきたにしろだ。しても、やっぱりなんかいろいろうるさかったでしょ？若干、ゴールデンウィークっていうか、若干感染者数が増えて、ちょっとまた自粛しましょうかみたいなのを言い出したバカがいたんだけど。で、どこでも行くとこがなくて、ここ、わかんない。だって、ここだって、本当に、野次馬根性で来た人、野次馬根性で来た人、絶対いるはずだよ。ほとんどの方は真面目に、
考察通信に来てると思うんですよ、やっぱり。いろんな方も来て、ゴールデンウィーク来てたんで、事件の考察は現場を見なきゃダメだっていうことで、わざわざ足を運ばれた方がたくさんいらっしゃるんですよ。で、やっぱり真面目に配信してた人、ほぼね、99% ですね、真面目な人なんですよ、やっぱり。ね、現場を見て、やっぱりここ、美咲ちゃん登ったのおかしいとかさ、こんな嘘つた雑木林は登んないと思いますとかっていう。ね、例えばそれもあったし、もしかすると登ったかもしれませんねっていう、ね、遠征の方から行った可能性もありますよねって言って配信もしてらっしゃった方いらっしゃいますよ。でこういう方がまず 99% 真面目な人たちなんだけど、残りの 1% ぐらいは矢島根性でここから登ってって、なんか荒らしたやつがいないとも限らないわけよ、そういう、うん、ね、だからだからおそらく、こういうの考え出すといろんな可能性が出てくるからね、キリがなくなってくるんだよな、やっぱりな。うん、まあそんな感じでございます。だから弥勒さんの動画っていうのはやっぱ本当あれですよね、山梨県警のずさんさっていうのをただ出しただけで、だからずさんなんですよ、やっぱりこれ対策が全部ずさんであって、弥勒さんがどうのこうの言う前に山梨県警のずさんさを指摘しなきゃダメなんですよ、これは、うん、入ってたうんぬんじゃなくて、うん、だって本当にだって弥勒さんもだって意図的に入ってったかもしれないし、本当にね、私土地勘がないんでねって言って土地勘がないふりして、まあ、確信犯的に入っていった可能性もあるんだよ。あるし、本当にリアルに土地勘がなくて、Google Earth のあれだけ写真の、画像です、航空写真だけ見て、入っていった可能性があるけど、僕も分かんないよ、そんなんだって、本人に聞かないと。うん。うん。でもまあ、で、弥勒さん逮捕して、一応、県警逮捕されればいいっていう人もいらっしゃるんですけど、いや、このぐらいで、逮捕さえしたと、警察、大月警察署にしょっぴいたとしてだよ。何の成果もないと思うよ、これ。だって。何も違反してないんだもん、だって。うん。あ、ほんとは弁護士が来て、いや、あんた、規制線の張り方はざるすぎるからでしょって言われておしまいでしょ、こんな。こんな、バカな規制線の張り方ありますかって。うん。何ですか、この規制線張ったの。こんな規制線の張り方でね、ほんじゃ、この規制線の終点はどこですかって言って。入ったのいいんですよ。入ったって言うんだよ。いいですよって。入った弥勒さんを、約束手形さんを責めるなり、刑事罰に問うならいいですよ。じゃあ、この規制線の反対側はどこですかって。どこに設定してたんですかって。うん、どこですかって。こっち全部ですかって。この規制線から全部こっちですかって。じゃあ、相模原とか、相模原市とか、横浜市とか、川崎、全部規制線内に入っちゃいますよ。と全員捕まえるんですかってなるでしょ。ね、4、500万人ぐらいいますよ。全員捕まえるんですか、これは。入ったでしょって言って。規制線の中入ったでしょって。ね。うん。なるよ。うん。だってこれ、下手すりゃさ、これ規制線がさ、どっちが、規制線の片っぽがないんだったら、どっちが規制線なのかって、あれもないのよ。言っとるけど、もっと怖い話するけど。規制線ここ1本しか入ってないわけでしょ。っていうことは、これ規制線って、どっちが規制線なの、どっちを規制線なのか分かんないわけでしょ。まあ、一般的にはこっちを規制線ってなんですけど、こっち規制線したら、もし警察の意図としてはこっちを規制対象だとしたら、ゴールデンウィークに、ここで皆さん動画配信したと全員しょっぴかなきゃならないから、大月警察署に事情聴取呼ばなきゃならないんですよ。で、ここ、マスコミ全員しょっぴかれますよ。これ。ね、どっちが規制線の外か内か、どっちなんですかっていうのもできない。これだったら、こういう規制線の張り方だったら、ここからここまでが規制線内ですよ。この、ここ以外は全部規制線外ですよ。ね、こういう張り方さだったら、どっちが規制線の内側、外側なんですかってことになっちゃうでしょ。ね。こんな警察の解釈以降でどうでもなるでしょ。こっち、いや、こっちですとかって。いや、こっちですとかって。こんな規制線の張り方ありますかって話ですとバカですかって話ですとだから、エリアするんだら、ね、ちゃんとエリア決めなさいって、エリア決めて、この中入ったら全ショッピングドってんだったらいいですよ。
こういう、こう、さっき言った通り、こういう写真で、写、あの、捜査、あの、一般人入ってダメエリアっていうのを、山梨県警が設定して、それにもかかわらず入っていったとしたら、大月警察署直行ですよ。ね、ちょっと来てくださいって。何の意図ですか、あんたこれ入ったんですかって。知りませんでしたって言うんで、知りませんでした、じゃあ二度と入らないでください、これこういうことになってますから、紙渡して俺悪いでしょ、チラチ渡して、あ、じゃあ次から二度と入らないでください、こういうこと、今こういうことになってますからお願いしますよって、ご協力お願いしますって言って終わりです、返して終わりですよ。これ現状だったらどっちですかって、でこの規制線の終点はどこですかってことですよ、全部こっちから全部ですかってことじゃないでしょ。じゃあこの、じゃゴールデンウィークで大室さんと思ったら全員あれですか、全員規制線、全員ショッピングありますよ、だったらこれ。何の意図もなく、たまたまゴールデンウィークに、相模原の方から、相模原市緑区、ね、の方から、大森山に登った人が全員しょっぴがれるよ、しょっぴがれますよ、こんな。そうで、蟹江堂山ってのこれ、山北町の避難小屋ってあるの、ここに避難小屋に行った人、みんなこれしょっぴがれますよ、これだったら。いいんですか、これなんで。山北町の。これ多分神奈川県だと思うよ。神奈川県山北町。あ、山北町ですね、これね。反対が相模原市ですよ、これ。緑区。全員しょっぴかれるんですか、これは。全員規制せないです、これだったら。だってこっちの終点がない、誰も決めてないんだから、だって。どういうことよ、話なんですよ、だって。そういうことになっちゃいますよ。で、そういうことなんか、奥羽森林会さんの方が言うように、この沢だと、この沢と、この沢は道志川流れてるんですから、道志川で骨が流れてる可能性があるわけだから、道志川は全部現場になっちゃうんですよ、これだって。この規制線内はこっち側全部ですから、こっちと、こっちを規制してますから、ここはどこまで規制してるか分かんないわけでしょ。と、見ようによっちゃ日本全国、ここまで全部規制線になっちゃうんですよ。で、これ道志川流れてますから、道志川で骨が流れてる可能性がありますから、道志川もう全部規制になっちゃうんですかって話なんですよ、だったら。そういう理屈になっちゃいますよ。だからいいですよ、別に、ね、弥勒さん事情聴取するのもいいですけど、弁護士からそこ突かれたら多分終わりですよ。だからそうなりますよ、だから。だから、わかんない。本当怖いのがね、本当にね、持ち去った可能性があるかもしれない。持ち去られた可能性があって考えると本当怖いんだよね、ここ。じゃあ、スカスカだから。ゴールデンウィークまたいでるし。本当に。いまだに行ってないだけで。遺留品見つかってのあるでしょ。ズボンとか下着とかあるでしょ。あれ、持ち去ったやつとかやったら、犯人じゃなくても、本当野次馬とかがもしかしたらあるかもしれないで。だから、だって、ハイネックの服とかあんなに綺麗に出てくるわけでしょ。もしかしたらあるかもしんねえって言って、頭のおかしいのか、こう登って探し行ったかもしんないですよ。ゴールデンウィークに。本当に、いや、弥勒さんが第1号じゃないかもしれないですよ。弥勒さんなんか第何号かもしれないですよ。ただ配信とかしてないだけで。証拠も上がってないだけで。SNS に負けてないだけで。何人か入ったかもしれないですよ。この、同じルート使って。で、ここ山登って行ったかもしれないし。こっからサブウェンテイから一回、じゃあ、林道まで登山道まで登って、ここを使って行ったかもしれないし、結構急なんですけどね、ここね。どうしましょうね、こういう場合ね。だから結構な失態です。で、もしかすると本当にこれが私が言う通り、誰かが、野次馬が来て、本当に遺留品を持ち去ったとして、何年か後に SNS に上げちゃったりとか、謝罪したやつが出てきた場合、多分県警本部長の首が飛びます。おそらくこれぐらいの大事態です、これは。県警本部長と、まあ、警備部長の首ぐらいは飛ぶだろうな。飛ぶんだけど、まあ、県警の部長ぐらいクラスだとね、おそらくね、警視正ぐらいだと思うんだよ。で、山梨県の県警本部長だけど、警視庁ぐらいのクラスだから、おそらく、警視庁クラスだとね、まあ、もっと山梨県よりもっと、
僻地のケンケン飛ばされるだけで済むと思うんだよ。本当に。どことは言わないけど。でも、山形県警かもしれないよ。山形県警に飛ばされるかもしれないよ。かわいそうだよ、山形県警なんか飛ばされたら、あんた。まあ、いいよ。大した事件起きねえしね。暇だよ。山形県警なんて。暇暇。わかんないよ。警備部長クラスだと警視正ぐらいだから、おそらくね、飛ばされるとするならね、どこだろうな。警視正も全国規模飛ばされるのかな。本部長結局、多分警察庁のね、関東管区警察局のね、なんかね、すんごいなんかね、窓際みたいなとこ飛ばされる。窓際みたいなとこ。この部署いりますみたいなところに飛ばされるかもしれない。なんか、資料編纂室とかでね、なんか飛ばされる可能性がありますので、まあ、その辺のことはちゃんと、今までだから大失態だったけど、だったら早く指摘しろっていう話があるんですけど、いや、別に、いや、指摘しろって言われても、別に、なんで今頃指摘して、ひでえやつだなとか言われても、あれなんですけど、まあ、こんなところで指摘したところで、山梨県警、こんなとこ見ないから。別に、見ないと思うし、行ったところでね、動かねえような気がするんだよね、山梨県警で。別に、うるさいとか言われたけど、おしまいだからさ、知らないっすよ、ただ、本当は私、前言った通り、ここ、規制線張ってるところで、こう警察の人が、本当にここ、集中的に捜索してるから、入ったら入ったで怒られるやつとか、怒られるやつがいるから、と思ってたのよ。要するに。入ったら、ここも、本当に、弥勒さんみたいなルートで入ってった人が、偶然椿沢橋出たので、ここにお巡りさんがいてて、ああ、あんた、ダメだ、帰ってきたねーって。ダメか、今、規制線張ってたでしょ。ダメよ、帰ってきて、って言って。戻んなさいって言われて、ダメだこう入ってきちゃうって、今そこを捜索してんだからさ、と。今度来たら捕まえるからね、あんたって言われて、顔覚えたからね、名前と住所、免許証貸してって言われて、控えられて、次にあんた見つけたら、問題用じゃないから逮捕するからね、あんたねって言われて、帰らされて、で、そういうもんだろうと思ってたんだよ、だから。ここに規制線張ってんだろうな。で、あとここも調べ、念入りに調べてるから、ここに規制線張ってんでしょうねと思ったんですけど、ここも。いや、お巡りさんがいるもんだと思ってたの。最初の頃だったから。ここも、でもお巡りさんがいるんだろうなと思って。いなかったからびっくりしてんだよ、だから。弥勒さんの動画で見なかった、まるっきりいなかったから、痕跡すら、気配すらなかったからびっくりしてるわけですよ。もしかして、ここ、ザルミって、本当ザルだったの、ここって。で、だから、ゴールデンウィークとか、皆さん、動画配信の皆さんが、ここで、ほら、ここまで規制線です。ここから私らは先へ行けませんので、戻ります。ってみんな真面目に戻ってたんだけど、いや、もしかすると、今、本当にここ、ゴールデンウィークにね、せっかくゴールデンウィークなんて長い、ね、休みだ、ね、ボランティア捜索もできるかもしれないと思って、みんな動画配信者の人が、ね、現場まで行ったわけじゃないですか。で、配信してる人、動画が撮って、今、YouTube で上げてる人いっぱいいるじゃないですか。ね、現場まで来てみましたって。ね、みんな思ってるよ。だったら、こっから帰れたんだって誰もいなかった、いねえじゃん、行けたじゃんって思ってるよ、だから。だから、弥勒さんに文句言ってると、そういう人も中に入ってるかもしれないよ。だから、自分たちは、真面目に規制線から戻って帰ってきたと。でも、弥勒さんのルートで行こうと思ったら行けたんだと思ったら、本当悔しいわけでしょ。あ、行けばよかったと思って。じゃ、なかなか遠くから来てる人とか、地元の方だったらいいけど、東京都内だったら、多分2、3時間でここまで来れるからいいけど、まあ、本当遠方からわざわざゴールデンウィークだっていうことで、この考察のために現場来た人だっているわけですよ。そんな人めったに来れないわけですよ。で、規制線があるからここから先行けないよな。本当はここから先も見てみたかったわけで、林道シートまで来たかったわけでしょ。で、本当にここから美咲ちゃんが登れるのかどうかっていうのは、目の当たりして見たかったのに、ここに規制線があるからみんな諦めて戻ってきたわけでしょ。で、弥勒さんルートで行けたじゃん。行けたけど、警察誰もいねえじゃんって。もしかして自分もここから沢登って行ったらいけたんじゃねえっていうのを、今だから本当それで悔しがってる可能性もあるわけですよ。だから。だったら次に行けばいいわけじゃない？弥勒さんルートで。
あとも私が推奨したこのルート。ここがこっちのルートの方が多分楽だよ。多分相当楽だよ、こっちの方が。ここからさ、すぐパンっていけるんで。行けいい話じゃん。多分ここから多分動かさないと思うんで。ここ、県警がこっちに規制線動かしたら、うちが文句言われるんだろうね。おめえが余計なこと言うからだろうって言われるんだろうね。でも今更ここのとこに動かしたとこで何も意味ないですよ、もう。散々、多分相当入られると思うから、現場一般の人相当入られると思います。警察がいないことが分かっちゃったんだから、あ、いなかったんだと思って。考えてみたら、だってもしここまで登ってきて、ここで警察官の人に呼び止められて、あ、何しに来たんですかって言って、帰ってくださいって言われたら、多分どっかでツイッターかどこかで上がるはずだよね。椿沢林道行ったんですよって、会社の上流行こうとしたら、お巡りさんが行って止められて、ここから来ないでくださいって言われたんで、って帰りましたって言われたら、ツイッター出てくるはずなんだけど、出ないってことは、いなかったんだろうね。容易に入れたんだろうね、ここまでね、多分ね。入れた可能性があります。で、多分、報告すると多分、ツイッターアカウントが荒れちゃうから、黙ってるだけなのかもしれないです。それなりに匂わしてるかもしれないですよ。有名な山に登ってきました、有名な林道を登ってきましたって言って、画像はありませんみたいな、書いてるかもしれないですよ。だから、だな。そんな感じですな。はい。今日は山梨県道志村事件について18の補足ということでやってみました。分かっていただけましたでしょうか。この規制線のザルのザルさ。ね。こんな状態ですよ、ザル。これで文句言えますかってことです。以上です。